タッチマル劇場は日本のテレビアニメ作品。第14回放送会よりタッチマルに解題。マンデーパーク枠で放送のタツノコヒーローを動物化したキャラクターが登場する1話30秒のフラッシュ風短編アニメ。また、読売テレビでは同時放送としてパロディ元の3作品のリバイバルも放送。二千十一年一月三日よりタイトルがタッチマルとなり、 ドラゴンクライス、君に届け、第2シーズンと共に放送された。本作は、山岳共同プロジェクトとして制作されており、主なキャラの声は、日本工学院専門学校の声優、俳優家に属する学生たちから選ばれている。また音響家督徳である山崎匠は、日本工学院専門学校で講師もしており、アフレコは校舎にある実習用スタジオで行われている。 2010年11月15日より、ダム友で、ピオタン軍団の声優オーディション、タ・チュ・マル声優チャレンジを開始。当選発表とアフレコは2011年1月に行われた。謎の不思議生物、タチュウ類と呼ばれるキャラクターたち。ネーミングは、タツノコアニマルを短縮したもの。その大きさは、実は、人間の前歯程度しかないものから。 普通の愛玩動物サイズへと自由に変化する。2010年8月18日からのマクドナルドハッピーセットスマイルポンプとのコラボレーションとしてマクドナルド公式サイトで配信されたフラッシュアニメ。タチュ・マルたちが目覚ましくんや旋風きくん、ポップコーンくんなどと共演した。キャンペーン終了とともに公式サイトも閉鎖。公式サイトでおまけとして公開されていた。 にゃしゃーん弾けるポップコーンくんピオタンリンリン、目覚ましくんガッチャペンパタパタ扇風機くんガッチャペン、カットビトースターくんピオタンカタカタ洗濯機くん、にゃしゃーんジャンプ、炊飯機くん、ありがとうございます。